俺たちの轟きと塚良樹、伊藤沙莉へのタンプレは、六方全書裏側には、サインをもらいに、LDH 訪問も。俳優の戸塚良樹、31、が28日、NHK、朝1、月土曜前 8.15 の、プレミアムトークにゲスト出演。NHK 連続テレビ小説、虎に、翼、月金曜前 8.00 で共演中の伊藤沙莉とのエピソードを語った。戸塚は、虎に、翼で伊藤を演じる、主人公の大学時代の同級生で弁護士の轟木太一を演じている。SNS では、俺たちの轟木というハッシュタグが生まれるほどの人気だ。共演者は、同世代が多く、仲が良いという。5月4日の伊藤の30歳の誕生日を、山田よね、役の土石大梨らと、お祝いしたことを明かした。VTR 出演した伊藤は、その日、撮影なかったのにみんな集まってくださった。その中でも、轟木さんと稲垣さんが一緒に、六方全書をくれた。読めってことかとちょっとプレッシャーになりましたけど、六方全書の裏側にみんなから寄せ書きをもらってきてくださっていた。松見さん役の中野太賀さんのところにも行って、わざわざ書いてもらったみたいと明かし、みんなで協力して動いて、メッセージを集めてくださったことに愛を感じましたと感謝した。戸塚は、六方全書は本当にすごい厚みで重み。稲垣雄二役の松川直樹くんとなんとか手に入れて、中野太がとか、花岡役の岩ちゃん、岩田隆則にも連絡して、サインとメッセージをもらいに行ったと振り返った。LDH さんにお邪魔させていただいたと寄せ書きをもらうために、岩田の所属事務所、LDH を訪れたことを明かすと、MC の博多華丸、大吉の博多華丸は、六方全書にサイン書いてくださいって、受け付けてくれるんですねと驚いた。戸塚は、現場で、沙莉がすごい、頑張っているし、毎日笑って、みんなを盛り上げてくれているので、沙莉の喜ぶ顔が見たいという思いで。その時間も楽しかったですと、笑顔で振り返った。